みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。こんばんは。今回は属性加速。こちらのスキルがどういった効果なのか、これをどこよりも詳しく解説の方を行っていきます。表示に継続してモンスターに攻撃を当てると、この継続というのは何なのか、また一定時間、属性攻撃力を上昇する、これらの効果が一体何なのか、どの武器、どの攻撃の方法に影響するのか、また属性加速、新属性加速は本当に強いのか、これをまとめてご紹介します。まずはこちらをご覧ください。属性値は解放なしで540の表示になっています。防具は新属性解放を発動しています。5回目の攻撃でスキルが発動し、属性値が690となりました。この上昇は装飾品で各属性強化のレベル5に値します。防具を2箇所で発動する属性解放に関しては上昇値はプラス2となります。次に発動時間になります。4倍速で確認を行っています。表示が発生してから効果が切れるまでの時間、45秒前後と思われます。2つで発動する属性解放でも効果時間は同じでした。また効果が発動中に追加で攻撃した場合に効果が上乗せ延長するという効果はありませんでした。本当に攻撃の回数なのか、まずこちらをご覧ください。こちらは5回連続与えても発動しません。それでは別の攻撃でやってみます。5回目で発動が確認できました。それではどういうことなのか、それを確認してみたいと思います。こちらは最初の攻撃が当たってからタイマーをスタートし、時間を計測しているところです。攻撃の回数的には5回をはるかに超え、約3秒ではまだ発動せず、次の攻撃で発動しています。正確な値は不明ですが、1回あたりの攻撃のインターバル 0.7 秒前後あると1回の攻撃としてカウントされる、このような形になっていると思われます。攻撃と攻撃の間の最大猶予時間はトレーニングルームの合計ダメージ表示が消えるまで、これとほぼ同じで約4秒となってます。そのため4秒に1回攻撃かける5でも発動が確認できます。もちろん5秒に1回では効果は発動しません。ライトボウガンの起爆榴弾は影響するのか、こちらも確認していきます。設置した状態から4発入れ、起爆榴弾のダメージを入れます。これで発動したことが確認できました。ガンランスの砲撃ではどうなのか、こちらを確認してみます。問題なく発動したことが確認できました。ただし状態異常ですので属性値は上がりません。では実際にこの防具が強いのかというと、スキルの構成上スロットの数、これがあまり多くなく武器の種類を選んでしまいます。これらのことを踏まえ、テンタクル防具は2箇所属性加速のみにし
リオソール等で快進撃属性をつけることにより、さらにスキルの幅、防具の構成の幅が広がると言えます。ぜひいろんな構成を試してみてください。それではまとめになります。属性解放は属性強化がプラス2、新属性解放はプラス5の効果があります。効果時間は約45秒で、延長の効果はなし。攻撃の間隔の猶予時間は約 0.7 秒から約4秒となっております。この間に5回攻撃を当てることが発動の条件です。砲撃などの特殊な攻撃でも効果が発動します。装備構成で4つ使うとスキルの幅が狭まり、非常にスキル構成が大変になりますので、防具を2つにし、快進撃属性を発動させ、解放樹を1つ使うという形だとスキルの幅が非常に広がります。今回はテンタクル防具の新属性加速に関してご説明をしてきました。ぜひいろいろ試してみてください。はい、以上になります。ご視聴ありがとうございました。もし参考になりましたら、評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。